今や全世界で23億人がインターネットを使う時代、急拡大する市場をリードするのは、Welcome to Cisco。 最先端技術で次々とネットワークの可能性を切り開く IT の巨人、シスコシステムズ。あれ？食べてください。あれ？テレビ会議ですか？海外出張はもう必要ない？高性能テレビ会議システムがグローバル時代の働き方を変える。もう終わった時には思わず立ち上がって握手をしよう。さらに医療から教育、エンターテインメントまで従来の常識を打ち破る新たな変革の波が日本にも。 We think that's going to create another $761 billion of growth opportunity for Japan。全てのものがインターネットにつながると新たに作り出される経済価値は世界で1400兆円。ネットワークで世界の変革を目指すシスコの戦略に迫ります。サントリーホールディングスの子会社サントリー食品インターナショナルが東証一部に上場しました。時価総額はおよそ1兆円で今年最大の上場です。本日の上場により当社はグローバルな成長に向けた強固な財務基盤を獲得することができました。初値は3120円、売出価格の3100円をわずかに上回りました。今回の子会社の上場で調達した資金で海外展開を強化する考えです。家電大手パナソニックが来年3月ハンガリーの太陽電池工場を閉鎖することを明らかにしました。今年9月に生産を停止し、およそ550人いる現地従業員は原則として解雇します。ヨーロッパの太陽電池市場の縮小に加え、マレーシア工場が稼働を始めたことが原因です。今後は日本とマレーシアの2カ国に生産を集約します。アベノミクスの影響でしょうか。日本生命が契約者1万人余りを対象に行った調査によると、この夏のボーナス支給額は55万9千円で、去年を6万4千円上回りました。円安に伴う企業の業績回復が原因とみられます。また大手旅行会社 JTB の調査では、夏休みに旅行に出かける人はおよそ7900万人、旅行で使うお金の総額は3兆3000億円に上り、過去最高となる見通しです。旅行先としてはやはり富士山周辺が人気だそうです。おはようございます。グローバルナビフロントです。さて、今年最大の上場、時価1兆円ということで、サントリー食品インターナショナル、すごいですね。そうですね、まあ、はい、最後のに、ね、残された大、うん、上場予定会社の一つと言われてましたけど ね、 かなりインパクトありますね。まあ、食品飲料会社ってね、うん、もう日本だけの市場ではやっていけないんで、はい、まあ、海外出ていかなきゃいけないわけですよね。でそういう意味で言うと、まあ、資金が非常に重要になってくるということで、うん、しかもサントリーはこの間キリンとね、一緒になろうという話があったんだけど壊れましたから ね、 そうですね、もう自分で資金を調達するということで、うん、まあ、上場に踏み切ったということなんですよね、うん、だからこれからのサントリーの海外展開っていうのがね、うん、見ものですよね。そうですね、グローバルにということなんでしょう ね、 そして一方で榊原さん、円安の影響で夏のボーナスアップというニュースがありましたね。そうですね、円安の影響もあってね、いよいよ景気回復の局面に、本格的な景気回復の局面に入ってきましたね。おそらく今年の日本経済の成長率は 2% を超える可能性が極めて高いですね。このところ20年平均 1% 以下でしたからね、 2% を超えるっていうのはかなり大変なことですね、はい、ね、まあ、ボーナスアップという響きもなかなかいいものだなというところです。さあ、それでは本日のゲストをご紹介いたします。インターネット機器大手シスコシステムズの代表執行役員社長、平井康文さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
まあ、シスコシステムってね名前はしょっちゅう聞くんだけれども、はい、どういうことで会社なのかっていうのはなかなかよく分からなかったんで、一言で言うと何ですか、はい、そうですね、ネットワークの中を流れるデータを制御する機械からスタートした会社です。もともとは1984年にサンフランシスコ地域で創業しました。シスコっていうのはサンフランシスコというのが名前の仮名です。それからまして、私ものロゴは、うん、サンフランシスコ あのゴールデンゲートブリッジをかたどったものになってます。いい街だもんね。そうですね、スタンフォードの2人の学生が、はい、ガレージからスタートした、そうですね、まさにシリコンバレーと、はい、ベンチャー企業の、はい、まあ、言ってみれば成功物語の一つですよね。日本はですね、1992年に創業いたしまして、ちょうど昨年20歳を迎えております。そうですか。私ども世界で一番ネットワークの力を信じているということを自負しています。まあ、今日はそのシスコシステムがどういうふうな、会社であるかということと同時に、このインターネットによって我々の仕事とか生活がどう変わるかという話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、では世界を代表するネットワークカンパニー、一体どのような事業を展開しているのか、アメリカ本社を取材してきました。カリフォルニア州サンノゼ、世界屈指の IT 企業が軒を連ねるシリコンバレー南部の町。ここに7万人の社員を世界200拠点に抱えるシスコシステムズの本社があります。本社の展示スペースでは、世界から訪れる顧客に対し最新のネットワーク技術と最先端のソリューションを提案しています。 Welcome to Cisco. Welcome to our executive briefing center. ネットワーク市場で圧倒的なシェアを持つシスコ、展示スペースには業界をリードするさまざまな高機能製品が並んでいます。 This has allowed us with our very high processing capabilities to now become a leader or one of the leaders in cloud and hosted cloud solutions. ニーズが高まるクラウドコンピューティングに欠かせないこちらの装置、圧倒的な高速処理と安定性で業界トップの評価を得ているといいます。さらに、 So I'm going to go ahead and place a point-to-point call to Mary. And so she's picking that up. So now her and I are in a point-to-point call. Hi, Mary. こちらはインターネットを利用したテレビ会議システム。高品質な音声と映像で遠隔地にいる複数の相手と臨場感あるコミュニケーションを図ることができます。 Holly, are you going to go to that too? Yep, going to check it out. Sounds like a lot of fun. シスコは今、装置の開発だけにとどまらず、より付加価値の高いネットワークソリューションの提案にも力を入れています。例えばこちら、医療分野でも。 Hi Kim, how are you feeling today?I'm doing good. I just have something wrong with my eye and I was hoping you could take a look at it for me. Yeah, it looks a little red. 医療施設と自宅などをつなぐ遠隔診療システム。専用の器具を使用し、患部の状態や血圧、脈拍、体温などの情報を瞬時に医師のもとへ届け、診察を行います。Okay. さらに現在、研究を進めているのが、こちらは無線 LAN を使って遠隔操作するカメラ付きロボット。 Hello, Virgil. Hello. How are you? Hello, Virgil. 自由に移動できるロボットを通じて、遠隔地の相手と音声や映像でコミュニケーションを取ることができるシステム。遠隔地にいながら、まるで自分がオフィスにいるかのようにロボットを操作することができます。インターネットの可能性を追求し、次々と新たなビジネスを展開するシスコ、その戦略とは。 We capture the next market transition
And historically, we have really focused on enabling the internet to really come alive in people's lives. And so what we actually envision is what we are calling the next wave of the internet, which is around the internet of everything. すべてのものをインターネットにつなぐ。これこそシスコが目指す未来の形。そしてその鍵を握る国が日本なのです。We think that's going to create another $761 billion of growth opportunity for Japan.成田の保税地域にあるシスコシステムズの検査施設。世界に点在する委託工場から日本市場向けに作られた新製品が次々と届きます。ミクサス7000、まあ、CRS ですね。こちらで今検査しているんですけれども、 CPP っていう特殊なプログラムでオートテストで動いています。こちらの施設では顧客のもとへ製品を出荷する前に全ての機能が正常に作動するか確認作業を行っています。生産工場ですでにテストは行われていますが、日本で再度厳しい検査を行っているのです。さらに製品を分解し、全ての部品が正しく配置されているか細かくチェック。グローバルの中でこういった検査をやっているのは日本だけなんですよね。新しい機能を持ったものを即市場で確認できるっていうところが日本が一番早いんですよ。日本はお客様が一番進んでいて、そのユーザー側の方が高い機能を要求している。世界で最も要求レベルが高い日本の顧客、その要求に応えられるかどうかが、いわば世界市場に展開するための試金石になっているのです。すごい、このガラスの向こうに機械がたくさん並んでますね。これ全部シスコさんの商品なんですか？はい、ここにちょうど置いてありますのは我々の主力製品であるルーターというルーターという商品になります。はい、インターネットを使用する際に欠かせないのがこのルーター。いわばデータが移動するための道路を整備する装置です。インターネットが出来上がっているのはこの機械が全部連鎖的につながって出来上がっている。じゃあもう本当世界中にある機械を作ってると。はい、おかげさまで60% 以上のシェアをいただいております。はい、そうなんですね。じゃあ私もかなり恩恵預かってるとかなんて。必ずこううちの製品も通ってるんじゃないかなと思いますけど。そういうことなんですね。はい、これはなんか会議をする部屋ですか？そうですね、今ネットワークで本当にこうどこでもつながるようになってきましたので、はい、本当に昔のこう内線電話のような感覚で、はい、こう部屋とか人をつなぐってことができるようになってきてるですね。こういう形で東京本社が今注力しているのはこのテレビ会議システムを活用したネットワークソリューションを日本に普及させること。こちら一見普通のドラッグストア。あれ、なんでしょう、あの部屋。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のご相談内容はどういった内容だったでしょうか？はい、ちょっと体がだるくって、はい、気になって来てみたんですけれども。こちらの店舗ではお客さんを対象に無料で健康相談サービスを提供。いつでも自由に相談を受けることができます。はい、バッチン。店で販売している検査キットを購入し、血液検査を行えばより具体的なアドバイスも受けることができるのです。接続先は北海道大学の研究室。専門の教員が毎日相談に応じています。少し顔がむくんでる気がしますけども。シスコと北海道大学は町村部の医者不足が深刻な北海道で、このサービスを今後さらに発展させる計画です。現在のプロジェクトを介護および医療へとつなげていきたいと
もう一つはこれを在宅でできるように、在宅の潜在看護師さん、潜在保健師さんたちが自宅で相談に乗れるような、そういう双方向 IT を使ったものにできないかというふうに思っています。さらにエンターテインメントの分野でも、今バッターが変わったんですけど、そしたらナウマッチアップって言って、ここをタッチすると次の選手がすぐ入ってくるんです。すごい、すぐもう本当に見られて面白い。試合を見ながら自分の端末で選手の戦績や対戦データをチェックできるシステム、球場に141箇所、アクセスポイントを設置し、大容量かつ高速なネットワークを実現しています。今後は売店への注文、配達サービスや西武鉄道との連携も視野に入れています。ファンの皆様にやはりもう野球を球場でまあできるだけ楽しんでいただく、それはもう今までとはまあスタンドにて多分楽しみ方がこれから変わってくるんじゃないでしょうか。これまで縁のなかった分野でもネットワークがつながり始めた日本、すでに変化は現れ始めています。さあ、まずはシスコの主な製品の世界シェアをご覧ください。回線の交換を行う通信装置スイッチが 68%、 続いてネットワーク上のデータを他のネットワークへ中継するルーターが 62%、他にも無線 LAN やテレビ会議システムが 50% を超えています。要するにこういうものがないと、はい、インターネットがつながらないということですね。そうですね、まあ、ある意味シスコのこれまでの歴史そのものがインターネットの歴史といっても過言ではないと思っています。我々はこういうのをちょっとこう直接目に触れてないから、はい、ただなんかつながってるように見えるけれども、実はこういうものがあるということですね、はい、そうですね、はあ、すごい試合だね。すごい試合ですよね。ドッキリは大丈夫ですか、ね、だから今の、1984年に、はい、さっきね、はい、スタンフォードの大学生からスタートしたって言うんだけど、現在の売上高は400兆円で、利益が8000億円と、はい、いうことですか。大変な企業になっちゃったわけですね。そうですね、84年からだから約30年弱ですよね、はい、今ダウジョーンズの、工業銘柄にも、一つにもなってますし。あ、そうですか、はい、日本でもこれは売上は世界の中では大きい売上を占めるんですか。です、ね、はい、米国に次いで大きな売上を占めているのが。あ、そうですか、はい、売上高400兆円というのは日本の GDP だよ、ほぼ。そうだね、4兆円だと思う。4兆円だね、はい、4兆6000億ぐらい、はい、4兆か、はい、やっぱこういう最近はスマホだとか、はい、そういうのがいろいろ出てきてて、やっぱこういうこともまたシスコにとってもプラスになってくる。そうですね、うん、やはり、まあ、米国や日本のような、先進国においてはスマホ、またクラウドコンピューティングというのが、それによって大きなデータ増が、期待できますし、また新興市場は人口増とか、あと経済発展、それによって大きなビジネス機会があるんじゃないかというふうに思っています。主だったお客さんってどんな。そうですね、もうありとあらゆる人っていうのがいいんですか、はい、通信会社さんとか、インターネットサービスプロバイダーさんとか、あらゆる企業、行政機関、学校、さまざまなところでご利用いただいております。個人もあるわけですね。そうですね、はい、まあ、要するにこういうものがないとできないと、はい、いうことなんですね。もう一つなんかこう最近はアーキテクチャという言葉がこうよく出てきますけれども、はい、これはどういうふうに捉えたらいいんですか。まあ、ソリューションとかシステムという言葉が、まあ、従来から言われてますけれども、さらにその一歩先を行って、新しい事業モデルを開発するような、単に目の前にある課題を解決するだけではなくて、もう一歩進んだ考え方として、まあ、シスコではアーキテクチャという言い方をたくさんしています。まあ、ソフトのシステムみたいなものを、はい、こう設計思想から何から全てをこう提供するとそうです、ね、いうことですかね。もともとはいわゆるネットワーク機器というハードウェアが中心だったんですが、ソフトウェアとかサービスの分野まで事業領域を拡大していますので、なるほどね、だからさっき売っている機器類だけじゃなくて、さっきそのアーキテクチャとかソフトとかそういうものも売られてる、はい、比率はどのぐらいあるもんですか。ハードウェアが約8割ぐらいですかね、はい、で今その残りソフトウェアとかサービスがどんどん伸びているというところですね。まあ、そういう中でテレビ、はい、
はい、そうなんです。現在シスコが力を入れているのがテレビ会議システム、テレプレゼンスを活用したソリューションの提案です。ビジネスだけではなくて医療や教育などの現場でもすでに使用されているんですね。こういうのが出てきた背景っていうのは、さっき女性の方がね、次の時代がどういうふうに変化するかっていうのを捉えることが我々の非常に大きなその事業の上で大事だっていうことですけど、やっぱこれもそういう流れの中から出てきたというふうに。そうですね、もともとネットワークの先にあったのはシステムとシステム、機械と機械だったんですが、今度は人と人をつないでいこうっていうところがこのテレプレゼンスの発想が出ました。またネットワークを制御するいろんな技術を持ってますので、大容量のデータをぎゅっと圧縮して即座に相手方向に送って、またそこで回答するような技術ですね。それをシスコが持っているところからこのシステムが発想されたわけですね。さっき見てるとその医療のシステム、医療をなんか遠隔地でこうやったりだとか、ああいうのも全部そういう流れに入るわけですね。医療また教育機関、もしくはいろんな災害対策なんかでも利用いただいてます。まさに人と人って感じですね。医療もね、教育もね。じゃあ要するに遠隔地とのコミュニケーションが全てできるから、災害なんかでは非常に大事なことになってくるんですね。実際にテレビ会議拝見して、そこに人がいるかのような臨場感があるので、よりスムーズにコミュニケーションが取れそうですね。そうなんです。ですからテレビ会議システムというよりも、臨場感通信とか、仮想会議空間システムみたいな言い方の方がいいかもしれません。バーチャル会議、さっきのね、机の並べ方もね、工夫したらこう相手対面じゃなくて、本当に楕円形で、一方は違うところなんでしょ。そうなんです、全く違うところに楕円形にいるから同じところにいるような感じがさせましたよ ね、ああいうリアリティが大事なんですね。そうですね。実はこのシステムは、安倍首相が主催していた産業競争力会議でも活用いただいたんです。あ、なるほど、なんか一度に最大48カ所と同時に中継できると、すごいですね。これはタイムラグもないと。そうですね。外国でやってると必ずテレビなんかでもね、1秒か2秒遅れたりなんかしますけども、それもないんです。その時差がないですね。それは大変なことですね。そうするとますます一緒にやってるっていうリアリティが出てくるわけですね。もう出張しなくていいんですよ。行っちゃいますね、出張が。まあそれからいろいろな買収もなさってるということで、そうですね、もう創業以来160社以上の買収で成り立ってます。ただ闇雲の買収をするんではなくて、全てインターネット技術にまつわるハードウェアやテクノロジーやソフトウェア、そういったコンポーネントを持った会社を買収をしています。ただ単に技術のみならず、やはりその企業文化がお互いに合うかどうか、肌がこう合うかどうか、これも重要な買収の時の判断基準になっているというのも特徴かもしれません。買収っていうのはやっぱり自分のところでそのやるよりも、ある種もっと早くそのいろんな技術を集約できるとか、そういうことがあるんですか。そうですね。さあ、そんな中ですね、シスコの推計によりますと、世界のインターネット利用者数は2012年には23億人、5年後の2017年には36億人に増加すると予測します。これは世界人口の 48%、およそ半分に相当します。でさらにやり取りされるデータ量も急増しておりまして、2012年では5億テラバイトでしたが、5年後には3倍の14億テラバイトになるということなんですね。まあ、テラバイトってね、なんか分かりにくいんだけども、受信法にすると10の12乗だって言うんだよ、数で言うと。受信法にすると2の40乗だって、DVD に換算すると300億枚の DVD が1ヶ月の間にこうネットワークなんか流れてるぐらいの感覚です。300億、それでもまた分かんないですけど、とにかく膨大ですよね。とにかくすごいってこと。まあ、最近ビッグデータとかいろんなこと言われてますけど、そういうことも分析する上では非常に重要になってくるわけですね。加速してますね。でそういう中で、まあ、日本っていうのはどういう位置を占めるかということなんですけど、さっき、まあ、アメリカに次いで、まあ、日本って非常に重要な地位を占めているということですけども、その方がその背景としてはどういうことがあるんですか。やはりこの日本の先進的な、社会環境
というのは、シスコにとっても非常に重要な判断基準になっていると思います。この安全安心な社会、また日本企業の持っている先進的な技術、日本独特の品質に対する高いご要求、これはある意味シスコにとっても大きなチャレンジとして、まず日本で成功すれば、他の国でも成功するだろうという判断です、ね。日本の顧客がね、顧客うるさい。だからなんかさっきね、検査でも、日本で検査したものが世界に行くというのはやっぱり日本で通れば大丈夫だということなんですか。そういうことですね。とはいえですね、実は世界各国におけるインターネットの接続状況やインフラの整備状況などを総合的に評価したランキングを見てみますと、1位はスウェーデン、2位がアメリカ、そして3位イギリス、気になる日本は20位ということで、平井さん、日本は実は決して高い評価ではないんですね。ここが高いんだね、スウェーデンとかフィンランドとかね、そうですね。これはどういう理由なんですかね。インフラストラクチャーとしては日本の整備ははるかに進んでいると思いますが、今度はそれを利活用する時の制度の整備っていう点がまだまだ規制が多いってことですかね。そうですね、ようやく今回の参議院選挙からネット利用が許可されましたし、また一部は薬品のネット販売も進むようになりましたが、まだまだいろんな規制や対面とか書面とかいうことがベースになっている制度が問題があるのかもしれません。さっきお医者さんの、遠隔治療なんかやったけど、ああいうのは結構規制が多分多いんでしょうね。さて今まだ日本では遠隔での医療相談までなんですね。治療とか診断まではできないんですね。法律の規制があると思う、はい、それがありとられるところで結構規制が多いからそうですね、そのいくらインフラが整っても全体から言うと20になっちゃうと、そういうことだと思う、いうことですか、はい、その規制を取っ払ってくると日本も相当な本当の IT 先進国になれると。そうですね、さっきの西武はあれ何やってたの、それですね、本当にインターネットを使って選手データをすぐさま取り出せるといった状況で、野球の楽しみ方がちょっと変わりそうな感じがしましたね。見ながらねデータがあるととってもいいですよね、あれ、さっきの話で言うと、もうありとあらゆるものにネットをつなげると、いう話をしてました。インターネットオブエブリシングと言ってましたけど、そういう時代って来るんですか。間違いなく来ると思います。今どのぐらい繋がってるんですか。今地球上に存在するいわゆるもののうち、わずか 1% 弱しかネットワークに繋がってないんですね、残り 99%。 例えば私のこのペンがインターネットに接続したら、どんなことが起こるだろう。どんなことですか。例えばここで書いていることが、そのままそちらのところに出てくるとかですね、遠隔地に送られるとか、人やデータ、それからビジネスプロセスに加えて世の中に存在するものがつながったときに、ワクワクするような新しい価値がお届けできるんじゃないかなと。そう、メモ取る人は一人でいいんだそうで、みんなで共有できるようになるということ、つながるってことはすごいなと。あらゆるものだったらこれつけだとか、そうですこういうことも全部そうですさあ、ワクワクする話が出たところでですね、インターネットがつながるということで、これまで体験したことない世界が実現するということなんですね。実は私たちの働き方も大きく変えようとしています。どっちがいいですか。こっち。はい。じゃあお姉ちゃんこれ持ってってください。都内のマンションに家族4人で暮らす上野さんファミリー、2人の娘を育てながら会社ではプロダクトマネージャーを務める妻の由美さん。行ってらっしゃい。行ってきます。娘と夫を送り出し、向かった先はパソコンの前。今日インターロックどんな感じでした？今日はですね、大盛況です。実際の身長が、高さが140センチぐらいかな、あって、でそれが今上野さんは先月アメリカで発表された新製品の国内販売に向け、海外や国内のパートナーと連日調整を行っています。遠隔地とのやり取りはシスコが開発したテレビ会議システム、テレプレゼンスで行います。はい、どうもよろしくお願いします。必ず週に1日は在宅勤務をするという上野さん。資料を作りたい時とか、集中して何かこう分析をしたい時とか、特に私の仕事の場合は海外の開発の方たちとのやり取りっていったところをメインにやってたりしているので、働く場所であるとか時間といったところの制限があるとかなりこう働きづらい。海外のパートナー企業や
取引先も多いため時差の問題もあり、9時から5時という従来型の勤務スケジュールでは対応しきれないのです。仕事の効率が上がるだけではなく、家族と過ごす時間も増えることが在宅勤務の魅力だという上野さん。シスコは5年前から全社的に在宅勤務制度を導入しました。通勤する手間や時間が省け、集中して仕事ができる。しかもプライベートの時間も充実し、ワークライフバランスが改善するなど、在宅勤務には数多くのメリットが期待できます。しかし一方では、土日でも仕事はできますけど基本やらないです。そこはちゃんとこうメリハリつけてやるようにしてます。おかえり。いつでも自由に仕事ができるという強みは、裏を返せば24時間仕事から離れられないという問題にもつながるのです。またアメリカでは IT 大手のヤフーが6月から全社員にオフィス勤務を求める事実上の在宅勤務の禁止を打ち出しました。その背景にあったのは、勤務の実態が乏しいサボりや幽霊社員の増加など労務管理の難しさ。シスコは自分で業務管理ができると上司が判断した社員にだけ在宅勤務を許可しています。また在宅勤務中は原則として常に連絡が取れることと、その日の業務内容の予定と結果の報告を義務付けています。賛否が分かれる在宅勤務の導入。そんな中、シスコは新たな働き方を実践する先進的オフィスを立ち上げました。あれ？食べてください。あれ？グローバル化、そして女性の社会進出、こうした労働環境の変化に伴い、シスコは新たな働き方を実践するオフィスを立ち上げました。こちらはシスコさんの中でも最も先進的なオフィスということなんです。こんにちは。こんにちは。お約束しております原と申します。はい、ご来社ありがとうございます。ただいま担当の者を呼びいたします。訪問客を出迎えるのはテレビ会議システムを応用したバーチャルコンシェルジュ。こちらへどうぞ、はい、あれ？なんですかね、なんか全然従来のオフィスと違いますね。はい、これはですね、私たちの仕事の質、働く内容が従来と今日では随分変わってきたことによります。私どもはそのコラボレーションと呼んでおりますけれども、いろんな部署の人間がテーマごとに集まって、仮想的なチームを30分1時間単位で作っていくと、それが次々に新しいチームに変わっていく。デスクはすべてフリーアドレス。出社した社員は専用の棚から仕事道具を取り出し、好きな机を選びます。プロジェクトやその段階に応じて最適な環境で作業ができるため、生産性がアップするのだといいます。どうぞ。あれ？食べてください。あれ？これテレビ会議ですか？はい、これはシスコテレプレゼンスといいます。最大48カ所と同時に会議を行うことができるテレビ会議システムをオフィスに多数設置。臨場感を大切にしてますので、左側の人がしゃべると左から聞こえるんですね。右側の人がしゃべると右から聞こえる。もう終わった時には思わず立ち上がって握手をしようと。はい。実利面では移動時間の節約だけでなく、出張費などのコストも大幅な削減が可能に。このオフィスでもアメリカ出張が激減したといいます。働き方の変革とそれをサポートするオフィスの新しい形は、今後日本の企業に浸透していくのでしょうか。
まあ、機器を売ると同時に働き方とか新しい次の時代どういうふうに変わるかということを考えながらいろんなシステムとかいろんなことを考えられていると、はい、そういう中の一つがこの在宅勤務だとか次世代オフィスになるということなんですかね、はい、そういうことですね、はい、なんか平井さんが入社した2008年の頃に在宅勤務を導入されたんだと。はい、そうですね、はい、やっぱそういう時代に来ているということですかね。そうですね、やはり社員から見るとやらされ感ではなくてやりがい、やりがいをどう実現するか、その時にやっぱりその社員一人一人の個性を尊重する仕組みが必要だと思うんですね。自分のペースに合わせて仕事ができるという意味では在宅勤務というのは非常に有効な手段だと思います。うまくいけばね、通勤時間というのは無駄だから ね、 そ う、 ねそうなんですね。往復2時間もかけてる人いるからね、はい、時間だけじゃなくて、ね、体力だって無駄ださあそのメリットの話ちょっと見ていきたいんですけれども、在宅勤務には様々なメリットが期待されています。まず社員にとっては通勤に割く時間や体力を仕事に向けることで生産性が向上、さらに時差のある海外との仕事も柔軟に対応できます。またプライベートの時間が作りやすいというのも大きなメリットです。一方企業にとっては通勤コスト削減やオフィスの節電、また優秀な人材の確保などのメリットがあります。これね、海外との時差っていうのは大変でね、僕は昔ね役所にいた時ね G7 の会議あるんですよ、はい、で G7 の会議あるとねどうしても日本は夜中になっちゃう、そうすると夜中までオフィスに残ってなきゃいけないわけ、うん、なるほどねそれ在宅でできりゃね、在宅でできりゃ ね、 それは大変なことになりますよ ね、 ね、なんかシスコでは大日本の、 あの震災があった時に全員にパソコンあれしてその在宅で やるようにしたとか。そうですね、ちょうどあの3月11日の大震災のあと、2週間全社員在宅勤務にいたしました。全社員ですか、はい、あの時はちょうど自宅待機という対応した企業と在宅勤務というふうな対応した企業を大きく2つに分かれたんじゃないかなと思います、ね、なるほど。弊社では希望する社員にシスコ製のルーターと会社で使っているのと同じ IP 電話機を自宅に貸し出してますので、外から電話かかってきてもまるでオフィスに行くのと同じ形で仕事ができるという、はい、まあ、一種の実験でもあったわけですね。そうですね、はい、それは非常にやれるなという実感を得たわけですか、はい、また特に今は女性の活用というのが叫ばれています、うん、そうですね、そういう意味では、また介護をしないといけない社員もいるでしょう、うんうん、そうですね、そういったその社会環境を考えた時も、うん、在宅勤務というのは非常に有効な手段ではないかなと思います、うん、グローバル化とかね、いろいろな意味でやっぱり社会が変わってるから、それに合わせた勤務形態とかはワークライフっていうことですね、そういうことを考えなきゃいかんということですね、はいはい、ただ条件もあるそうですね。そうですね、あくまで在宅勤務は社員の権利ではなくて、うん、一つのオプションだというふうに位置づけてます、うん、もちろんマネージャーや人事本部の方でいろんなプログラムや制度を準備して、そこはきっちり運営をしているところです、で、まあ、部門長からの承認が取れてるかとか、はいはい、ちゃんと報告をしなきゃいけないとか、はい、なんかさっきいろいろ言ってましたけど、はい、そういうものをちゃんとやらないと効率のいい在宅勤務にならないと。そうですね、いうことですね、はい、サボる人もいるだろうからね。そうですよねそれどうやって見つけるかってこともあるんです。そうそうそう、ただなんか米国のヤフーでは在宅勤務をむしろ逆に廃止しちゃったという話がありますけれども、はい、これはあの一人では確かに効率がいいかもしれないけど、みんなでやった方がイノベーションができるんだという、はい、そういう発想らしいんですけど、この辺はどうお考えになります、はい、そうですね、やはり、これからの時代コラボレーションが必要です、在宅という方法と同時にやはり、オフィスに出勤をして、自然な人と人の触れ合いの中からなんか新しいアイデアとか、はい、その両方がうまく組み合わされる互換関係になるもんじゃないかなと思いますけれどもね、まあ、だからあの対面で話し合う時も日本人同士でやるよりもさっき言ったようにね、はい、同じような感覚で外国ともやるっていうことになるとまた違ったイノベーションが出てくる、発想も出てくるわけですね、はい、そうですね、そこをどう組み合わせるかということがポイントなんですな、はい、まあ、そういう意味ではあの安倍政権もなんかね、こういうものを導入していこうと、はい、多分あの少子高齢化とかそういう問題に対応するためだと思うんですけど、はい、やっぱりそういう時代になってきたということなんですかね。そうですね、合わせてそういうことができるインフラストラクチャーが整備された、そこまで時代は来ていると思います。まあ、そういう意味で言うとそのテレビ会議だとかそういう在宅勤務の労務管理の在り方だとか、はい、そういう
アーキテクチャも出さなきゃいけない、そうですね。いや新しいシステム作っていかなきゃいけないですよね。うん、ある意味シスコ自身がその実験台になって、うん、いろんなその火傷しながら成功もしながら、うん、その体験そのものを日本企業さん、うん、日本にお届けしたいと思っています。なんか大阪のオフィスはそういう新しいやり方の一つの、はい、先駆けをするような実験場になってるっていう話でしたけど、はい、そうですね、はい、全役員も含めて全員フリーアドレス、うん、そしてちょっといろんな単にこう机だけじゃなくて、ふと人が集まってちょっとした話ができるような場所とか、いろんな工夫をしてますし、役員室なんかないわけですか、はい、ちょっともう非常にオープンでカフェのような雰囲気で仕事ができるから、ね、はい、気分によって今日は窓際の席、うん、今日はこのソファーっていう風に皆さん働かれてるそうです、うん、だから席の取り合いがあるんじゃないかな、はい、きっとあるんじゃないかな。でもさっき言ったようにシスコシステムってのは次の時代がどういう風に変わるかっていうことを先取りしながら、はい、そのアーキテクチャなりシステムを考えてるんだという、 そうですね、そういうふうにことを言うと、この在宅勤務だとかそういうのは次の時代の大きなそのポイントだというふうに捉えてるっていうことですか。そうですね、あのワークライフだとか、はい、ワークライフバランスという言葉がありますが、シスコではそれをライフワークブリッジと言ってます。あ、なるほど。 50%50% のライフとワークのバランスってなかなか難しいですよね。両方がこうくっついていて、ある時はワーク、ある時はライフ、そんな形で、しかもライフがやっぱりワークより先に来なければいけないんじゃないかなという発想ですね。でそういうことを先取りすれば、そういう新しいシステムを作り上げ、それをまた売り込むことができるということですね。はいはい、そうですね。先ほどご紹介した大阪のオフィスは1年になるんですが、もう400社、1300人以上のお客様にご見学いただいてますので、ぜひ一度ご見学いただきたい。そうですね、働き方の新しい形ということで、まだまだお話を伺っていきます。さあ、お知らせの後は榊原さんのマーケットナビ、その後再び平井社長にお話を伺います。マーケットナビ、まずは日経平均株価を見ていきましょう。5日金曜日の終値は前の日より291円4銭高い1万4309円97銭でした。ニューヨークダウ平均株価は前の日より147ドル29セント高い1万5135ドル84セント続いてドル円相場ですが、5日のニューヨーク市場では前の日より1円30銭円安ドル高の1ドル101円15銭から25銭で取引を終え、ユーロ円相場は前の日より15銭円高ユーロ安の1ユーロ129円80銭から90銭で取引を終えています。ということで、榊原さん、だいぶドル高になってますね。アメリカ経済が、ね、かなり強いんですね、うん、昨日発表された非農業部門 の新規雇用者の数も、ね、19万5千人ということで、ね、予想の16万5千人を3万人超えてるんですね。だいたい20万人 になると、ね、失業率が下がるって言われてるんですよ、うん、ですから今 7.6% ですけど、おそらく、ね、これから失業率が下がって局面に入ると思うんですね。住宅価格がずっと上がってきたと、株価も非常に好調だと、いよいよ雇用が改善するというようなことでね、非常にアメリカ経済好調ですから、あのドルが全ての通貨に対して強くなっているということもね。ところがね、ヨーロッパはまだねあんまり良くないですからね。実は4日にECB のドラギ総裁がね、まだ低金利継続するというようなことを言ったんで、ユーロドルでね、ユーロがドーンと急落してるんですね。1.29 を割るようなところ、一時ユーロ危機が収まってちょっとユーロが強くなってきたんですけど、またユーロが弱くなってきたということなんですね。それと同時にね、イギリスの方もね、実はカーニー新総裁、カナダから新しい総裁が来てね、総裁が新しい総裁になったんですけども、彼もそのフォワードガイダンス、つまり相当先までやっぱり低金利を継続するというようなことを示唆したもんですからね、ポンドも急落したんですね。ですからユーロとポンドが急落するというような感じになってきています。対円でもね、円安ドル高ですよね。そんなことで来週の予定ですけども、アメリカの FOMC の議事の要旨とかバーナンキの講演がありますから、今後アメリカが金融政策どうしていくのかと、おそらくどっかでもう緩和をやめると、量的緩和をやめると、うん、出口を探ってるということですから、うん、これによってまた相当為替が動いてくるということになるだろうと思いますね。そんなことで来週は
おそらく100円台維持すると思いますね、101円102円台というようなこと。ユーロは対ドルでは安くなってますから、円も対ドルで安くなってますから、ユーロ円はあんまり変わらないというそんな状況だと思いますね、はい、以上マーケットナビでした。お知らせの後は再び平井社長にお話を伺います。さあ今週はインターネット機器大手シスコシステムズ平井康史社長をゲストにお迎えしております。平井さんに書いていただいたキーワードちょっとお見せください。はい、社得。社得です。あ、インターネットの時代はこういうのは大事ですね。はい、得のある会社、うん、どうしてもやっぱりその財務的な企業価値というのが株主やステークホルダーから求められますが、一方でその事業活動、本来の事業活動を通じてどれだけ社会的価値をもたらすことができるか、それに注力したいなと思ってます。まあ、インターネットって言うとね、なんとなく忙しくてバタバタするような感じになっちゃうからやっぱりこういう一方で得とかね、はい、そういうことって非常に重要な意味を持ちますよね。ぜひそういう会社のシステムっていうか、あり方も考えてほしいと思いますよね。はい、だんだん社会全体に得がなくなってきたからね。そういうこと大事ですよね。本当、それからさっきみたいにね、ありたらゆるものがインターネットにつながると、はい、物もこういうものもね、はい、あれ全部つながると1400兆円の新しい需要を生むと言われて、世界でそうですね、はい、日本だけでも76兆円、はい、そういう意味で言うと、ね、なんていうかまだまだその需要がなくなってきたと、需要がなくなってきたと言うけれども、考えようによっちゃいくらでもあるんだというふうにも言えるわけですね。ビジネスチャンスはたくさんあると思っています。大変なことになるよね。だけどつながって困る人もいるかもしれない、ね、時と場合によって使うわけでいかないといけないですね。だますますだからそのこのインターネットをどう我々の生活にこう便利であると同時に余裕のある、はい、楽しい生活もできるかと、はい、さっき、ライフワークと言った、はい、ライフが先 で、 そうです、ね、ワークがあれだと、はい、そこのところどうするかというのは非常に重要ですね、はい、いやどんどん忙しくなるばっかりじゃ困るもんね。さっきの女性のようにね、私は土日はやりませんとかね、個人個人もそういうことをしっかりこう、そうですね、認識しないと、会社でいくらルール作ってもね、仕事に追われちゃったら結局家の中に持ち込んだっていうふうになっちゃいますよね。だからますます自己管理が大切になってきそうな気がしますね、はい、どうですか、ちゃんとこう平井さんは私どちらかというと仕事人間なので、ちょっと私も改めないといけないかもしれないですね。やっぱ出張も多いですか。いや、結構テレプレゼンスを使って出張に行かなくても、随時会議をしているというのが、そうですか、はい、ですね。まあ、どんどん新しいライフスタイルというものを提案していただければと思いますの、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。さて来週なんですけれども、丹羽宇一郎前中国大使をゲストに日中関係について特集します。ぜひご覧ください。それでは失礼します。